進展。いいかい、この名簿にはデスゲーム参加者が最後まで生き残る勝率が書かれてるんだ。人工知能でテストプレイを行って勝率を出したと言ってましたね。勝率表にまだ見落としがあるのでしょうか。やっぱり一番の違和感は16人しか名前がないことだ。そうが偽名だったから結局4人の名前が載ってないんだよな。海、国枝、ジョー、ナオの4人が載ってないにゃ。サラちゃんの勝率が一番高いのってちょっと気になるよね。さあ引き出しますが、その前にセーブです。やっぱり一番の違和感は16人しか名前がないことだ。そこにいる月見真はこの名簿はかなり正確な勝率だと言ってたが、乗ってない4人の勝率はどうなってるんだ。奴らの行動次第で16人の勝率も変わるじゃないか。乗ってない理由まさかと思うが、4人だけ人形だったりするんじゃないだろうな。人形？参加者も候補者も違いはないよね。使い分けてるなら別だけど。でこれがなおちゃんとそうくん。はい、待てよ、候補者ってなんだ。参加者と候補者は本当に同じなのか。参加者はこのデスゲームに巻き込まれた20人のことなら、フロアマスターが言う候補者って優勝する資格があるもの、優勝するための資格や権利、条件が揃ったもののことだ。その上で組織に忠誠を誓う画集が不正を働くとしたら、候補者以外を殺そうとした。もしも優勝する資格のない候補者以外の人物がこの中にいるとしたら、画集は殺そうとしたはずだ。だから身代わりを不正に操作した。もうわかるはず、この中にいる候補者ではないものが。候補者ではないものを選んでください。なおちゃんです。なおさん。は、はい。あなたが身代わりを持ってますね。この名簿には優勝の資格がある候補者の名前が書いてあったんです。可能性 0% の月見真ですら名前が載っている。しかしなおさん、この中であなたの名前だけが載っていない。モニタールームにもなおさんの人工知能だけがなかった。いや、初めからなおさんの人工知能なんて存在しなかったんです。あなただけが候補者の条件を満たしてない部外者だったから。だから画集はなおさんを殺そうとした。部外者なんだったらもう関わらせるなよ、参加させるなよバカ。もう最も死亡するリスクの高い身代わりをナオさんに送りつけたんです。これがお前の不正だガシュ。素晴らしい素晴らしい、さすがサラさん、圧倒的思考力、行動力、皆様の本当にこれ早口なんだよ。目も追いつかないし、口も追いつかない。はぁ、あ。これぞ選ばれし者です。終わった。力が抜けていく。長い長い議論。その果てに得たんだ。勝利。ひとときの生存を。ごめんなさい、皆さん。ずっと身代わりのことを黙ってました。どうしても不正を暴けなかった時のことを考えると言い出せなくて。ナオさんは悪くない、ナオさんは悪くないです。悪いのは全てガシュだ。答えるんだガシュ、候補者とはこのデスゲームとは何なんだ。一言だけ、皆様、自分の生い立ちに疑問を持ったことは、
この質問さ、すごい嫌な予感するよね。これ、なんかクローン制作とかさ、そういうののせいで作り出された本当の子供じゃないとかさ、カンナちゃんも養子なんだよね、確か。で、サラちゃんも本当のお父さんかお母さんかわからない。なんだっけ？なんかお父さんが言ってたよね。血つながってないみたいなことさ。あれ言ってないっけ？あれ違ったっけ？そう。だからさ、なんかそういう系の子が多いなーって思っちゃって、だからみんな、他の子たちも実は生い立ち自分で分かってないっていうか、覚えてないだけで、もしかしたらみんな、それこそあの、なんだっけ、アスナロだっけ、キュー太郎さんもさ、孤児じゃん。そう、そういうところからもらってきた子たちとか、なのかなみんなって、なんとなく思ってるんだけど、これに関してはまだちょっと情報が足りなさすぎるから、なんとも言えないんだけどね。え？それが、私からの最初で最後のヒントです。最後だと。指導員サラ様、あなたはフロアマスターの規約について重要な部分を見落としている。規約？はっきりと書いてあります。4、メインゲームで不正があった場合、不正者の死をもって続行するか、あるいは24時間後にやり直しをすること。え？そして私は約束しました。規約通りに任務を果たすと。私の命で責任を取ればメインゲームは続行なんですよ。嘘！やめ！皆様、勝ち残ってくださいね。この最後の笑顔気持ち悪いよね。あー、ここでね、立ってる人物がレコさんじゃなくてアリスさんになってるって、ちゃんとここもね、違いがあるね。そりゃそうか。嘘だよ、こんなこと。バカな、自殺なんて。そんなありえない、終わりのはずだろ、こんなのはもう。はじめからこのつもりだったのか。なんで？私たちはたった一日の延命のためにしつこく命がけで食い下がったんだ。それなのにガシューはあっさり自分の命を捨てた。あっさり希望を打ち抜いた。なんでそんなことができる？悪魔！悪魔！こんなこと、ハンナキ、頼む、非常事態だろ。メインゲームを中止に。できません、私が代理進行をするだけです。そんな本当に続けるんですか？これは全てルール通りなんです。拒めば皆さんが死んでしまいます。おかしい、こんなの絶対におかしいです。お願いです、24時間ごとは言いません。せめてやり直しを。ごめんなさい、何でもします、何でもしますから、お願い。ごめんなさい、ごめんなさい。ナオさん、ナオさんは身代わりだ。誰も投票する人はいない。そして私たちもこれから選ばなきゃいけない。平民のソウさんかカンナを。最終決戦。ナオちゃんは身代わり、おまわりさんは鍵番。投票するなら、そうかカンナちゃんしかいない。どうせ、投票先は決まってるんでしょ、みんな。お願いです。誰か、私を。
どんなに貢献しても、みんなは僕を選ぶんだろう。皆さん、カンナに、投票してくれませんか？は？何言って。投票は、カンナにしてください。何言ってるかじゃ、カンナ！わかってるはずです。ソウさんとカンナ、どっちが不要か。もともとカンナは、サラさんの身代わりを交換しようとした時から死ぬつもりでした。カンナ。お願いです。カンナにできることは、これくらいしかないんです。その代わり、ソウさんを、信じてあげてほしいんです。本当は、悪い人じゃないから。なぜ何も言えない。カンナが命を捨てて、ソウさんを守ろうとしている。私は、黙って見ているだけなのか。カンナ！ふざけるなよ、カンナ！ソウさん。くだらない。何が自己犠牲だ！やっぱり子供だよ、カンナは。自分が死ねば全部解決するって勘違いしている浅はかな子供だ！もう気持ちは変わりません。止まれよカンナ。みんなもう結論は出てる。さっさと投票だ。サラ、お前は僕を心底嫌ってただろう。僕が憎いだろう。こんなチャンスはもうないぞ。ソウさん、カンナにはハッキングもできないし知恵もありません。黙れって言ってるだろ、カンナ！思い出してください、一回目のメインゲームを。カンナたちは、カイさんを犠牲者に選びました。気持ちではなく、生き残るための利を選択したんです。でもそれは、失敗なんかじゃない。本当の失敗は、触れることです。信念を貫けない弱さです。やめろ。今こそ脱出するためのリを選ぶ時なんです。カンナを選ぶべきなんです。もうやめろ。投票の時間です。これ以上は待てません。投票パッドに触れてください。みんな死んでしまいます。わかった。おまわりさんは、カンナちゃんに投票したよ。刑事！ありがとうございます。冗談じゃねえ！見損なったぜよ、刑事！大人のために子供を選ぶなんて、やっちゃならねえ悪魔の選択肢ぜよ！俺はそうに投票するぜよ！アリスさんは、カンナを選んでくれますよね。妹は選べない。ごめん、もうやばい、この一言で泣く。びっくりした。こんななんか今ブワって込み上げてくると思わなかった。月見神、貴様に投票する。それでいい。これで自己投票を入れても3対2だ。銀、君も投票しやすいだろ。僕は、インキャのこと大嫌いだけど、死んでほしいわけじゃないよ。バカ！選ばないなら、次は君を利用して殺せ！
銀が責任を負うことはない。サラ姉ちゃん、カンナに投票すれば3対3の同数になる。銀の投票で誰かが死ぬことにはならないんだ。そんなこと言ったらサラ姉ちゃんの投票で。いいんだ銀、責任は私が取る。負けそうなに投票したじゃん。あとは私だけだ。私の投票で全てが決まる。決まってしまう。やりましたね、サラちゃん。ナオさん、覚えていますか？身代わりの勝利条件。決戦投票で同率1位でも勝利なんです。今ソウさんが3票、カンナちゃんが3票、そして身代わりの私は2票分自分に投票ができます。サラちゃんが私に投票してくれれば全員3票、同率1位で勝利できるんです。なんだと？二人でお家に帰りましょう、サラちゃん。サラ姉ちゃん、しないよね、そんなこと。投票する人を選んでください。さーて、ここまで来ましたね。つれー。いや、このさ、選択をさ、4回もやんなきゃいけないのすっげえ辛いわ。このルートではさ、なおちゃんを選ぶつもりはないんだけど、もうさ、全部のルートを通るのためにさ、5回もこの選択をやらなきゃいけないってさ、すげえ辛くね？これさ、アリスさん、なおちゃんにはちょっと好意的だったじゃん。ねえ、なおちゃんが亡くなるとき、アリスさんどんな感じの感情になっちゃうんだろう。またなんかね、ハンナキに頼ることにならなきゃいいけどって思っちゃうんだけどね。私は、レコさん生存ルートの、カンナちゃん生存が一番希望ルートだと思ってるのね。で、アリスさん生存の、ソウさん生存が完全絶望ルートだと思ってるのよ。だから、ちょっと最初にソウさんを殺して、いや、最低だ、こんなこと言ってんの。最初にちょっとソウさんに投票するルートを見て、で、次にカンナちゃんに投票して、最も絶望的なルートを見ていきたいなと思ってるんだけども、どうでしょうかね。その順番でいいかな？ちょっと行きますよ。ソウさんに投票します。投票の受付を完了しました。集計結果を発表します。それでいい、サラ。君は僕を殺したいほど憎んでいた。そうでしょ？そうです。ソウさんを殺したいと思ってました。だからあなたは間違ってなんかいなかった。それじゃあ結果を発表します。カギ番はしのぎ刑事、賢者はパーガーバーグ九太郎、身代わりは絵心なおでした。そうですか、これが、サラさんの答えなんですね。ナオさん。不思議ですね。さっきまで、怖くて止まらなかった震えが、決まった瞬間から、なくなってるんです。みんなを、裏切らずに済んで、よかった。ナオ。あ、言い忘れましたが、役職カードの2回目の交換は、私がやったんです。その時も、身代わりのカードで、レ
猫ちゃんの持ってたメダルを使っちゃいました。レコが一度はナオを守ったんだな。レコにとってお前は親友だった。それは間違いないよ。ありがとうございます。やばい、泣く。あっちで猫ちゃんと先生に会えるでしょうか。ええ、完成させたかったな。それでは処刑の時間です。待って、サラさんにはこれを、これって、これは即死スイッチです。長く苦しませたくなければ押すしかありません。始まります。押しません。はあ、もう辛い。アリスさんの口からその言葉聞けちゃうの辛いし、それに対してナオちゃんが笑顔で返すのも辛かった。ナオちゃん、ナオは息絶えた。先生、ごめんなさい。先生にあげるプレゼントまだ書ききれてなくて。大丈夫です。これからはたくさん時間がありますから。あ、思う存分書けよ、ナオ。はい。いやー、会えたね。押せなかったボタンを押せるわけがない。私はまた守れなかった。また死んでしまった。次はソウさんです。待って、もうやめて、お願い。ハンナキ、どいてください。装置の作動を、操作を、仲間を殺さないで、頼むから。仲間か。くだらない、くだらないよ。もう言い残すことはありませんね。処刑を開始いたします。僕は死なないよ。え？お前たちの思い通りになるもんか。首輪が、な、出口はあっちか。無駄です。この施設内には警備システムが。武装まであったのか。やっぱりダメかな。情けないや、ここまでやったのに。死ん
じるべきだったのかな。みんなを。サラさん、実は一つだけ君の推理は間違ってる。僕がそれを教えてあげるよ。最後のプレゼントだ。ソウさんはどこに？何かに導かれるように足が向かう。予感のような何かが私を呼んでいる。ソウさん。ソウさん！ソウさんはぐったりとしている。そんな、ダメ！せっかく首輪を外せたんじゃないですか！誘拐犯の思い通りにさせないって言ったじゃないですか！お願い、返事をしてください！いくら揺さぶってもピクリとも動かない。呼吸をしていない。そんな。ソウさんはすでにこと切れている。結局みんな死んでいく。私が何をしてもどんなにあがいても全て無意味だった。無力だった。もう私は立ち上がれない。モニターから音が聞こえる。なぜついてるんだろう。いや、そんなのどうでもいい。もう何も考えたくない。今さら何も変わらない。私の行動なんかじゃ何も。みんな死んでいく。ここにいるソウさんのように。違和感。なぜこんな体勢でソウさんは。まさかソウさんは機械を操作しようとしていた。よく手元のキーボードを見ると操作したような血の跡があった。このモニターをつけたのはソウさん？でも何のために。私はモニターを覗き込んだ。あれ？また、何の冗談だ。見知った顔がそこにある。いつも学校で顔を合わせていた、親友の顔。ジョー。サラか。どうなってるんだ、俺。ありえない。また幻影だ。私はついに壊れてしまったんだ。だって、ジョーの人工知能なんか、あるはずが。でも今の私にはそんなことどうでもいい。ジョーなのか。え、ああ。私はサラ、なんで泣いてんだよ。私は何もできなかった。お前を殺してしまった。親友だったのに。サラ。でも、それでも全員で帰ろうって、一緒に脱出しようって、みんなと誓ったんだ。なのにみんな死んじゃった。
しっかりしろよ、サラ。ちょ。いつからそんな弱音を吐くようになったんだ？だって。そんな涙、サラには似合わねえよ。なんで、冷たいよ、ちょ。俺たちは、気づいたらよくつるんでたよな。昼休みにくだらない話したりさ、放課後に買い食いして、りょうこちゃんに笑われたり。俺の成績が落ちた時、サラの方が焦ってよ。勉強を教えに行くって聞かなかったっけ？は、カラオケ行って無茶振りされたのも覚えてるぜ。全力で歌ってやったら、サラめっちゃウケてたな。すげえ。毎日楽しかった。嫌なことあって楽しくねえ日はサラが声をかけてくれた。サラ、俺はお前に感謝しか感じてねえよ。感謝？裏切るとか死んだとかよくわかんねえ。そこの記憶はねえから。でも俺は知ってる。サラはいつだって俺が信じる選択をするってな。そう。サラは俺が恨んでるとでも思ってんのか？なめんなよサラ。俺はそんな小さい男じゃねえって。だからもう泣くなよサラ。生意気だ。ゾウのくせに。サラ、自分を信じろ。俺はいつだってついていくぜ。犬みたいにな。ああ、そうだ。あれだな。なんか、まあ、こういうの異性だから言いづらかったけどさ。大好きだぜ、サラ。お前は、俺の最高の親友だ。私も、ずっと言いたかった。ジョーは、私の、最高の親友だ。もう、泣かないよ。私は、負けない。ずっと、そばで見ていてくれ。ああ。ありがとう、ジョー。それに、ソーさん。ずっとまとわりついていた私の作り出した偽りの幻影が、でももう幻影なんて見ない。前に進む。このデスゲームを終わらせる。サラちゃん、私はもう平気です。サラ姉ちゃん、お前さん顔つきが。聞いてください、みんな。私たちはもう殺し合いなんてしません。もう二度とあんなことはさせない。私がデスゲームを終わらせる。乗るよ
たとえどんな困難が相手でも、ね。俺だって戦うぜよ！レコとナオの仇を、撃つ！私も、もう誰も死んでほしくない！ソウさんの悔しさを、思い知らせてやるにゃん！もう折れない。みんな、覚悟はできていた。私たちは迷わない。掴み取る。未来を！君が死ね、第2章。終わり。よくやってるね、サラ。あなたは？お父さんは嬉しいよ、生き残ってくれて。さあ、始めようか。最後のデスゲームを。最終章へ続く。じゃあ、カンナちゃんに投票します。ありがとう、サラさん。なんでだ！なんで僕を選ばない！絶対に、お前を許さないぞ！サラ！サラさん、最後に、ギュッとしてもらえませんか？ああ。あったかいな。それじゃあ、結果を発表します。鍵番はしのぎ刑事、賢者はバーガーバーグ九太郎、身代わりは絵心なおでした。そうですか。これがサラさんの答えなんですね。なおさん。不思議ですね。さっきまで怖くて止まらなかった震えが、決まった瞬間からなくなってるんです。みんなを裏切らずに済んでよかった。なお。言い忘れましたが、役職カードの2回目の交換は私がやったんです。その時も身代わりのカードで、猫ちゃんの持ってたメダルを使っちゃいました。猫が一度はナオを守ったんだな。猫にとってお前は親友だった。それは間違いないよ。ありがとうございます。あっちで猫ちゃんと先生に会えるでしょうか。完成させたかったな。それでは、処刑の時間です。待って！サラさんにはこれを、これって、これは即死スイッチです。長く苦しませたくなければ、押すしかありません。なんでここで俺、ポップアップが出てくるね。はい。始まります。まあ、ここはもう押せないけど、死にたくないから押さないでと。見てるしかないんだなぁ。なおさん。そんな状態になっても生きてたいかい？いやぁ。やっぱ、無理だよな。私も死にたくないもんな。ナオは息絶えた。先生、ごめんなさい。
先生にあげるプレゼント、まだ書ききれてなくて。大丈夫です。これからは、たくさん時間がありますから。思う存分書けよ、ナオ。はい。押せなかったボタンも、死にたくないと最後までナオさんは押せるわけがない。私はまた守れなかった。また死んでしまった。次はか、あー、次はカンナさんです。待って、もうやめて、お願い、ハンナキ。動くなぜよ。それはカシューさんの。カンナに近づいたら撃つぜよ。無駄です、カンナさんの処刑は変わりません。なんでだ、お前さんはガジューやホエミーとは違うじゃねえか。あんな辛そうな顔で処刑やらされて、こんなこと本当は望んでねえんだろ。わかってませんね。私はずっと皆さんの敵ですよ。近づきましたよ。拳銃はカシンと音を立てた。空っぽでしたね。くそー、もういいんです。ありがとう皆さん、ありがとうサラさん、カンナ、ソウさんをよろしくお願いします。みんなで仲良く。首輪装置、人間フラワー作動します。カンナちゃん、痛い、首が。今、首輪からあなたの体内に人間フラワーの種が撒かれました。やめて、ハンナキ、一体何を。安心してください、ナオさんのように苦しみはしません。体内に根を張られ、心地よい痺れを感じながら美しく死んでいく。さあ、発芽しますよ。カンナは息絶えた。これが選ばれた者の最後です。死体は花が枯れぬ限りいつまでも綺麗な状態で保たれます。カンナ、ごめん。カンナ、脱出のためにはソウさんが必要だった。私はリを選んでしまった。最低の選択をしてしまった。私は、
殺してやる。くだらない。全部くだらない。フロアマスターも、サラも、嘘無双の、どいつも、こいつも、カンナを殺したお前ら全員、僕が殺してやる!そうだ。まずはサラに。ソウさんはどこだろう。ぼんやりした頭で探していた。ナオさんもカンナも救えなかった。知らない。もうそんな現実は見たくない。とりあえず、ソウさんを探そう。絶望的だ。何かに導かれるように足が向かう。予感のような何かが私を呼んでいる。画面が光っている。なんだろう。私は、ぼーっと画面を覗いた。よー、サラ!え?また、何の冗談だ。見知った顔がそこにある。いつも学校で顔を合わせていた、親友の顔。ショー、あ、進みたくない。ありえない。また幻影だ。私はついに壊れてしまったんだ。だって、蝶の人工知能なんかあるはずが。でも、今の私にはそんなことどうでもいい。蝶なのか?おう、元気だったか?人殺しのサラさん。え?分かっていたはずだ。幻影。これは私が作り出した、偽りの蝶。待ってよ。私は、返事をしちゃダメだ。聞かせてくれよ。今度は誰を殺したんだ?違う。私は、殺してなんか。無視しなきゃ。投票したんだろ?生き残るために。自分より弱い奴を犠牲にした。違うんだ、ジョー!だって!こいつはジョーじゃない!サラ、お前変わっちまったな。息が苦しい。殺される。幻影に。今度はどんな言い訳をするんだ?サラ。黙れ!お前に何がわかるんだ!私を置いて、勝手に死んだくせに!もういい加減、許してよ!いや、それは言っちゃダメだ。そりゃねえよ、サラ。俺がどんだけ苦しんだか、知ってるだろ?もう一回見せてやるよ。地獄の光景。思い出したくない、蝶の最後。サラ!大丈夫か、サラ!刑事さん。気がついたにゃん、サラ姉ちゃん。私は。君は、瓦礫の部屋で気を失っていたんだ。あの映像の前でな。タズナ・ジョーの人工知能だった。一体なぜあんなものが。誰かの悪意で組み立てられた、偽物のジョー君だよ。
サラちゃん、あいつの言うことを気にしちゃダメだ。何を言ってるんだろう。刑事さん、ジョーって誰ですか？君が死ね、第2章終わり。ああ絶望だわ、もう最悪もう。はい、ということで、これにて第2章全ルート終了いたしました。お疲れ様でした。これだけだとどっちのルートがいいルートかはわからない。レコさん生存ルートの方がいいのか、アリスさん生存ルートの方がいいのかわからない。でも2章の前編でその時間が間に合った時、その全部全ての謎を解明してレコさんが助かってっていう状態でアリスさんが亡くなってしまうから、で間に合わなかった場合にレコさんが亡くなってしまうっていう感じだからさ、正しいルートっぽいのはやっぱりレコさん生存ルートの、カンナちゃん生存ルートだと思うんだよね。私が一番最初に選んだルート。これでさ、さらにだよ、さらにそのレコさん生存ルート、カンナちゃん生存ルートとレコちゃん生存ルートとソウさん生存ルートと、アリスさん生存ルートと、カンナちゃん生存ルートとアリスさん生存ルートとソウさん生存ルートがあるわけじゃん。あ、これからあと4ルートあるんだ。すげえよくよく考えたらすごいことだわこれ。え、最終章てんこ盛りだね。いや、そりゃ時間かかるわ南紀大先生、いつもありがとうございます。なんかね、ゲーム集まるがさ、6月で終了してしまうっていう、2023年の6月でね、終了してしまうということで、スチーム版ね、君が死ね、一応ね、移植する予定ということでね、そちらもちゃんと買ってやっていこうとは思ってるんですけど、まあ、ちゃんと時間の許す限りはちょっとゲーム集まるの方で遊んでいこうかなと思っておりますので、皆様何卒お付き合いよろしくお願いします。ってことで、次回から最終章やっていきたいと思います。それではまた次回。おつぴよです。Thank you.